前から気になっていたところ行ってみようかなと思います。手頃な感じになっております。その他、ちょっと品質の高い焼肉があります。カルビで焼肉定食、はい、お願いします。ちょっとなんか懐かしの焼肉屋さんみたいな感じですけど、景色がものすごくいいです。ありがとうございます。
うん、あ、美味しい。わかめスープ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。よし。はい、というわけでごちそうさまでした。牧場直結っていうか、もうすぐね入ってくるお肉が入ってくるような感じなので、結構あの品質が高くて、まあ値段も。まあ、ランチに限ってはとてもあの安い価格でね、いただけるということで、和牛だそうです。結構本当に弾力があって旨味があり、この900円ちょっとでいただけるっていう、すごいいいなと思います。で、焼肉定食とかなんか700ちょっとぐらいだったので、それもちょっと気になるなっていうのがあるんですけど、まあなんかこういうねちょっとした見晴らしのいいというか、この田んぼに囲まれた中にポツンとあるこの
洋風の建物の中でいただけるランチっていうのもなんかいいかなと思います。まあ、なんか全体的になんか本当に家族だんだん、ね、おじいちゃんおばあちゃん含めてなんか行けるよう な, なんかそん な, なんか雰囲気のお店でございました。ぜひ皆さん行ってみてください。店員さんもねすごい優しい方で、もう全然撮影とかね OK みたいな感じでした。気持ちよくね撮影とご飯をいただくことができました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。